さあ K1 第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメント、一夜にして5代王者が決まります。その1回戦第2試合は赤コーナーレオナペタスです。対する青コーナーがモロッコ生まれ、そしてスペインで今腕を磨く綾部セギリです。マサトさん、ちょっとこうセコンドも気になってしまいます。そうですね、今キシエンコが綾部にこうずっと話しかけてたんですけど、まあ、僕昨日キシエンコと一緒だったんですけど、そうですか、やっぱりこれだけの大きな舞台で戦ったことがないんで、綾部のメンタルがどうか心配だっていうことは言ってたんで。あ、なるほど、画面江川選手もこの戦い観戦しています。まあ、マサトさんと本当に激闘を繰り広げたライバルでしたね。そうですね。さあ平子さん、はい、そしてレオナペタス、これ重いものを背負っている一人ですね。そうですね、もう勝って当たり前、内容を問われるところまで、もう高みにまで登った選手なんで、はい、相手の未知なる武器が出る前に倒し切りたいなというところでしょうね。なるほど。さあ今うなずくように拳を合わせました。赤いグローブです。いつもの構え、前の手をだらっとこう下げるように右手を少し上げているレオナペタス、青いグローブが綾部セギリです。リラックスして、強いの入ってくるよ、強いのから入ってくるよ。少し遠い前になります。お互いにローキック放ってきました。下から引っ掛けるようなパンチ、右のローにつなげるレオナペタス、背中だいぶ距離をね、レオナが遠めに取ってますね。逆にガードを上げて、その間から左いきなり出してきた。平子さん今どうですか。いや早かったですね。いやだいぶ面食らってますよ。ですね、でも一気に行くか乗り込むか、レオナペタス。マサトさん、これ下がってますもんね。下がってますね、だいぶ距離詰めてきましたね。レオナが、おお、飛び膝ローキック、あ、もうマグニフィックやろうとしたんですが、ジャブやがった。ちょっとまさに気仙を制する。ストレートが出てきた、伸びてきた。右がね、思った以上に伸びるんですよね。映像見てましたけど。あ、そうですか。手足長いんでね、当たんないと思った距離でも伸びてきますよね。そこは気をつけた方がいいですね。まあ、平子さん、対日本人だと長身のレオナですけど、同じ身長ですもんね、この選手は。綾部選手もバネがありそうな体つきしてますね。飛び込み怖いですね。まあ、お互いにいい攻撃、1ラウンド出しています。残りが半分になりました。1分30秒です、第1ラウンド。右のパンチ、レオナスピードありますね。でかいの来るよ、でかいの来るよ。ナイス。前のガード下げていますから、こう動きも滑らかです。無知のようにパンチを出してきます。レオナペタス前の手です。さあ残りが1分になります。左フックにつなげ、ちょっと怖いな、あのパンチ。ちょっとなんかこう切れてますよね。テンプル入れた。レオナのパンチもね、結構コツンコツンとね、芯にくるパンチなんですよね。まさに石の拳と言われるレオナペタス。さあガード固めにとも飛び膝、左振ってくる。40秒、チラセチラセチラセ、腹も。うわ、右だ、カウンター狙ってましたね、セギリ。残りが30秒です。半身にして。いや、蹴りでもいいよ、蹴りでも。うわ、左フック。振ってくるからね、気をつける。振ってくるぞ、振ってくるぞ。カードを左右に振るようにしながら中に入ってきます、セギリ。そう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 、いいね。15、いいよ、狙わなくていいから。セコンドからは狙わなくていいよとレオナペタス。レオナのあの左がね、ポンポンと当たってくるとね、はい、いいですよね。うわ、バッターローダウン取った、ダウンです。おー、いや、平子さん、これがあるんですね。あ、この回転系がね、打撃ここで終わらなかったんですね。一発のパターン、13戦10勝8 KO ですからね。一発ありますね。さあ、なんと第1ラウンド最後、セギリがダウンを奪いました。レオナがダウンを喫しています。これちょっと平子さん、驚きました。キシェンコが心配してた硬さが心配だっていうのはちょっと、言ってましたね、あまり心配なさそうですね。怖いですね。いや、逆に言うとこの一発ダウン取ったことによってこう柔らかくなりますよね。落ち着きますよね。ここからもっと回転上がってきちゃうとね。左フックもあえてではないでしょうけど、空振りにするようにしてバックブロー。マサトさん、まあ、今セコンド指示してますけど、キシェンコはどうですか、改めてこの選手。いやいや、本当にこう一発のパワーがある選手なんで、本当経験は少ないですけど侮れないですよね。まさかレオナから、ね、ダウン取ると思わなかったですからね、はい、レオナはもっと左のジャブバンバン出していった方がいいですね。あ、そうですか、セコンド
さあ、レオさん、なんといっても負けたら終わりのトーナメントですから、これいきなりリードを許しました。ここからね、もうレオナは出なきゃいけない立場になったわけですから、まあ、これで10対8ということでしょうね、1ラウンドは、うん、のダウンを1つ、ダウンを1つ奪われてますから。さあ、セギリがリードしています。1つダウン取っています。やっぱり出ますよね、やっぱダウン取れるから。あのセギリのね、結構ローキックが強いのに見えますよね。こう柔らかく動くとね、うわー、伸びてきます、追ってくる。マサさん、もう一つあるんですね、一つの攻撃の後、うん、ちょっとこうワン、ツー、スリー、そこまで来るかっていう感じですよね、レオナからすると。先ほども左フック空振りと思えば、その流れのままバックハンドブロー、うん、レオナ、そのね、レオナ前の手をね、こう出してるじゃないですか、はいはい、だからあれ結構避けにくいんですよ。おっと、それ右打ち下ろしのパンチ、一つダウン奪い返しました、レオナ・ペタス。でもこの表情はセギリ、聞いてないよというような表情です。展開しましたね。さあ、この準決勝までは1ラウンド中2つのダウンで KO 負けになります。あと落ちました。ああ、入った。これは最後攻撃を食らってでしょうか。起き上がることできません。危うセギリ。ちょっと今意識何か取りましたね。パンチかこう倒れた時にコートを打ったのかちょっとわからなかったですけど、ちょっと平子さん、いろんなことがありすぎて、ちょっとね見えなかったんですけども、とにかくでもやっぱりレオナ選手の圧の強さは、ここですかね、右フック入ってたのか。あ、もう右フック、一発目の右フックで効いてましたね。このこれ今最後当たってないけども、そうですね、でこれが最後の方はこれですか。いや、あ、これですよね、これが最後の、あ、ロープで、ボトムロープで頭打ってるんですか。ショートフックは入ってたのか、これか。ちょっとそうかもしれないですね、ロープで頭打ったかもしれないですね。選手にはエコ信頼サービス株式会社様、今状況が、まあ、飲み込めていないのが危ぶせぎり、まあ、しかし間違いなくロックアウトでレオナ・ペタスが1回戦勝ち上がりました、準決勝進出です。ちょっとでも平子さん、これはまだ危ぶせぎりまだありそうですもんね。まだちょっとわからないですね、ここからまだまだ伸びてきそうな選手ですね。まだちょっとセギリの方がこれ納得できないっていうような感じではあります。まあ、マサトさん、こういう形ではありますけれども、準決勝進出決めましたレオナ・ペタス、改めてどうでしょう。まあ、調子良さそうですね、スピードもあるし。何かこう波乱のトーナメントになる予感もあります。最初にダウンを喫したのはこのレオナ・ペタスでした。まあ、このトーナメントで優勝できないようであればということも口にしています。まあ、でもレオナからするとも本当ね、まあ、いい1回戦でしたよね。そうですね、まあ、これで準決勝第1試合が松本さん、大岩対レオナ・ペタスになりましたね。はい、これ楽しみですね。はい、さあ、ようやく笑顔が見えましたレオナ・ペタス、準決勝に進んでいます。